皆さんこんにちは、小野坂昌也です。小西克之です。さあということでね、今日はですね、はい、まあちょっとおしゃれな街にやってきたわけなんですけども、広尾という街だと、前回はひどかったですね。いやしかしひどかったですね、あれはね。前回はだってもう本当に身内身内でしたからね。あなたのところの企画でしょ、あれは。あなたの番組でしょ。うちの番組っていうか、まあ、別にうちの番組はそんなに小西君の力を必要とはしていなかったね。あとその前カリカリさんで一般の方から助けてくださいっていうね、お便りが来て、カリガリさんもね、はい、あのまあ、トッピングのメニューを作って、うん、まあ、大盛況なわけじゃないですか。あれ本当にうまくいったね。あんな思いつきが、はい、本当にあの豆腐だけで終わらせたかったのに、ね、小野坂昌也の悪いふざけの「お」がない「お」がないみたらし団子をボッてこう入れたらね、美味しくなって、まさかあんなに美味しくなるとはね、本当に思わなかった。本当来てくださった大成功でした。ね、やりました。我々なのにあの次にね、あのドミウチのしかもオープニングだけをやれみたいなね、はい、まあ、ラジオだけ見たら何のことやらさっぱり分かんないですね。本当ですよ。結局、うん、あれを喜んでるのは太田スケのあのリスナーだけなんですよね。でもリスナーも多分何やってんだろうっていう感じだと思うんですよ。多分、うん、一番喜んでるのは伊福部さんだけだと思います。そうね、うん、あいつずっと笑ってたからあいつのために宴会芸やってみたいなもんだったかな。ちょっとやっと思ってきたはいはい、というわけでですね、あの指令が来ましたよ、うん、はいはい、い今回の指令じゃあ言いますね、うん、小野坂さん、小西さん、ごきげんよう。ごきげんよう、お助けプロデューサーの小川です、はい、早速2人にお助けの依頼が来ていますので、はい、頑張ってきてほしい、はいはいはい、今回の依頼主は、うん、西麻布にあるドッグカフェ、ね、ギネットの店長さんです。カフェ&ダイニングギネットさんなんですね、うん、お店のことをもっと知ってもらうために、うん、お店の CM を作ってください、CM、はい、はい、というわけでドッグカフェディレットさんにやってまいりました。中入りましたということで、ね、綺麗ですね。あの全てがおしゃれです ね早速なんですけども、小西さん、はい、お楽しみのお楽しみお楽しみのなんお楽しみ、まあまあある意味お楽しみですよ、ね、今日なんかあの皆さん僕たちが浮き足立ってることに気づきませんかなぜこんなに浮き足立ってるんでしょう僕たちは。さあ、その答えが間もなくわかります、はい、というわけで、はい、店長さんをお呼びしたいと思います。店長さんですね、はい、店長さん、はい、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。どうぞ真ん中の方に。店長さんですよね。店長さん、お若いですね、はい、ありがとうございます。おいくつぐらいですか。21歳です。ちょっと小西さん見てください。おいくつですか。21歳です。小野坂さん、おいくつですか。40できないさあ、というわけで、今日はお邪魔したんですけど、ここのこだわりみたいなことあります。こだわり、うん、一応ドッグカフェなので、うん、はい、ワンちゃんメニューがあったりとか、うん、あ、ワンちゃんのご飯もある。へえ、はい、あの例のケーキみたいなやつとかも、あ、ケーキとかもあります。へえ、どんなものがあるんですか。ワンちゃん用のクッキーと、うん、あとパン、うん、とテリーヌみたいな感じです、ね、テリーヌ、ドッグテリーヌ。まあおしゃれですね。さすがジェリー寄せみたいな感じですねわあ、そう、ちゃんと塩分抜いて、今結構大事な話してたのもうちょっと後だったな、今のな。もう一個後だった、うん、これ一段落終わったとこで指令が来ました、はい、まずお店のセールスポイントを探そう、はいはい、せっかく人間と犬が一緒に楽しめるドッグカフェなので、うん、今回は人間目線、犬目線の両方から見た良いところを探してください。犬になりきりセットは用意したので、どちらが犬目線を担当するか犬クイズで決定します。よろしくお願いします。何ですか犬クイズって。別に今日俺あの正直な話、今日は俺あのクイズなしで負けてもいいっす。いや俺いいです。いやいや、お前何言ってんの。お前いつも嫌がるじゃない、すいません。あ、これをつけるんですね。はいはいはい、もう僕つけますよ。これをこうつけて、これをこうして、これ2個あるでしょ。犬になれるわけですね。1個しかないの。店長さん、これ俺の方が全然店長、俺犬うまいよ。俺犬うまいよ。レナレナ
なんか食べたいよ。テリーヌが食べたいよ。お膝に乗っけて、お膝に乗っけて。さあ、というわけで悪くはこれだけにしまして。ワン、ワンワン、ワン、ワンワン。クイズ大会。犬クイズ大会。ということでね、ここからいつも通りのテンションで、ここからはい、店長がいなくなっちゃったので、はい、いつも通りのテンションでいきたいと思います。はい、ちょっとさあ犬クイズ、はいはい、これね、うん、犬に詳しい方が犬に詳しい方が犬をやると。うわ、ちょっと不利だなそれ。あんまりね、犬とか猫とか好きなんですけど、そうあんまり詳しくないんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。お前飼ったらこれで店長さんの前で犬できんだぜ。さっきあのこちらのね、うん、あのジェネットさんの、うん、で飼われてる犬がね、うん、店長さんの膝とか乗ってましたけど、はい、それができんだぜ。ちょっとぐらいは甘えてもいいんだぜ。だから犬だからクンクンって言っちゃえば。早く問題出して。よし、いきますよ。でれん、はい、第1問、うん、犬が含まれる漢字を。もう本当に俺漢字ダメなんだって。犬が含まれる漢字をどういうこと、思いつく限り紙に書いてください。犬編とかね、犬がつけばいいんでしょ。ええ、一文一文字ってこと。犬が入って、そう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 、熟語じゃないよね。はい、じゃあ30秒だよ。なんでお前ナチュラルに書いちゃうの。ボケてるなお前は本当に。さあ、というわけで誰が測ってくれるのかな、はい、じゃあいきますよ、よーいスタート。わかんねえ、犬。え、犬、犬一つも犬なんかないでしょ、含まれる感じ。え、マジでそんな早いの、そんな早いの。5、4、3、2、1、終了です。はいはい。あの、本当に申し訳ないけど、犬が含まれる字なんてないでしょ。さあ、じゃあどうしましょうか。どっちから行きましょうか、はい、じゃあ大阪さんから。ザザン、ちゃんと読んでください、これ、うん、これ読んでください、これ、犬に火と書いて、うん、犬に火と書いて、大喜利ってなってますけど。さあ、犬に火と書いて日常。あと、三髄編に犬と書いて、うまいこと言ってないですよ。セイウチ。糸編に犬と書いて、ワタ。ゴン編に犬と書いて、タワゴト。草かむりに犬で、犬草。で、水に犬で、ずぶ濡れで、お願いします。僕はこんな感じです。え、お前合ってんの。わかんない。ただあの有名、これ吠えるっていう字、これありそうじゃない。これあとはなんか手編とか三髄とかね、気編とか。お前同じじゃないか。メジャーなやつにね、犬ってつけたらうまいこといくんじゃないかと思って、はい、そうしました。さあ、こんな感じありますか。正解ありますか。あ、はい、来た。ああ。自然の善っていうのもそうね。あと伏せるとかね、貢献ね。あ、お前あった。吠える、吠える、ある。てれん。あ、これ俺たち1個、こんだけやって1個しかかけてない。三髄編とかないんだ。獣とかもそうだ。そうだね。じゃあお前のこの吠える、これが丸ですね。小野坂さんはナイス、ナイス。